皆さんこんにちは、Bレジェンド小林です。今回も三重県津市にございますトレーニングジム健康堂さんにお邪魔をしまして、三重県ボディービルフィットネス連盟理事長で IFBB 国際審査員でいらっしゃいます宮島望先生のところにお邪魔をしております。今回はボディービルのポージング指導ということで、ポーズが多いのですね、やることもたくさんありまして、意識をするポイントもその分増えてまいりますので、なかなかね、こう見よう見まねでできるものではないと思いますので、基本的なねポイントを押さえていただいて、ポーズの練習をしていただければと思います。それでは宮島先生、よろしくお願いします。まずあのパンツなんですけども、今の J リーグの公認パンツはですね、しっかり V の形ができてますの でサイドが上がるようになってるんですね。ただそこをサイドを結構下の方に下げて履いてる選手が多いんです。それは極端ですけど、なのでサイドはしっかり上げましょう。そうすると足が長くなるんですね。足短く見えていいことは何もないので、サイドの紐の部分をしっかり上げるということをまず大事ですね。腰骨にかかるぐらい、そうですね、でそれぐらいで、そうすると足がよく長く見えます。はい、まずフロントリラックス、リラックス4ポーズいきます。で足の幅が広すぎる選手がたまにいるので、だいたい10センチ程度、拳1個分ぐらいにしてください。でつま先の角度は30度ぐらいですね。ですから45度というのは広すぎますので、あまりつま先を広げすぎないように。でボディビルダーは力強さを表現しますので、拳を、ね、握った方がいいですよね。はい、で顎が前に出ないように頭を高くします。はい、そうです。はい、ターンライト。でサイドポーズは体の厚みがよく出ますので、しっかり胸を立てます。背中は、ね、ちょうど溝落ちの裏のあたりから胸を上に向けるような、そうですね、そんなつもりでやるといいと思います。拳ね、しっかり握った方がいいですよ。で頭を高く。はい、ターンライト。はい、足の幅ですね。10センチ程度ですよ。はい。ちょっと首を長くする感じで頭を高く。はい、そうです。はい、ターンライト。胸を高く。ターンライト。今のリラックス4ポーズで審査員としてはおおよその順位をつけることが多いですから、すごく大事です。ラインナップとって、全員が並んでですね、同じポーズを取るというのはすごく比較がしやすいです。ですので、ここで油断してしまうと順位がね、下がってしまうこともあるので、気をつけてください。フロントリラックスの時に、最近胸郭を上げずに腹直筋を出すようなポーズを取る選手を見かけるんですけども、それはどうなんですか？足の方から決めてるっていうことが基本だと思うんですけども、胸郭を上げてないというよりも上げてから腹筋を締めると、元に戻るような感じですね、イメージとしては。はい、そうです、はい、そうです。なので胸郭を上げすると腹筋のラインが死んでしまうということを、マイナス点と捉えると、胸郭を一回軽く上げてから腹筋を締める。そうするとそう見えると思います。なので、しっかり上げてると思います。なるほど。で腹筋に力を入れてから胸郭を上げようと思っても多分それ難しいので、そういう順番になるんだと思います。なので、いわゆるバキュームですね、軽くして胸郭を上げてから腹筋を締めるから元に戻ったように見えるんだろうね。そうですね。一回上げてから、そうですね。それでいいと思います。で、それでさらに胸椎ですね。ちょっと溝落ちの裏のあたりを丸めに押すと確かに腹筋が出ますよね。そうそうそう。はい。そこはね、練習の中で腹筋がきれいに見せたい、強調したい選手は、そうした方がいいと思います。はい。はい、じゃあダブルバイセプス。まず足をしっかり作ってから上に行きましょう。
で肘の高さがねポイントで左右がちょっと違いますので右の肘が上がりすぎですね。そうです、はい、左右均等になるようにしてください。でダブルバイセプスですから上腕二頭筋のピークしっかり作りたいですね。小指側をしっかり握り込んでください。はい、そうです。で広背筋のコントロールですのでしっかりと肩甲骨そのものを下に下げるようにするとそれをうまくコントロールできます。で肘を前に出すと確かに大胸筋の輪郭がはっきり見えるんですけども、それをやりすぎると小さいポーズになってしまうので、はい、気をつけてください。大きく開いて広げた角度のまま肘を内側に位置を変えずに絞り込む、うん、それぐらいでちょうどいいです。ちょっとね肘の位置が前に行きすぎ、特に右手が前に行きすぎですね。はい、というぐらいで、OK、はい、ラットスプレッド、まず足を作ってください。で、体の厚み、特に大胸筋の厚さを見せるので、これに関しては思いっきりバキュームして思いっきり胸を立てた方がいいと思います。で肩もね、多少浮き上がってもちょっとイタリア手ぐらいの感じで、ね、そういうぐらいの迫力があると思いますね。でこの時に肩が下がっていると迫力がないポーズになりますので、多少肩甲骨そのものを上げてもこれはいいと思います。でただ審査員というのは割と足元の方がありますので、審査員に向かってポーズを取ってください、ね、サイドチェストイニングする。足ですね、まず揃えて審査員側のかかとを上げるんで、あ、そうです、それでいいです。で二頭筋が目立つポーズなんですけども、ちょっとサイドチェストですから右の大胸筋をしっかり強調してほしいですね、はい、右の大胸筋をもっと上に向けるような感じです。はい、そうです、そうです。はい、で右の肘をもう少し引きましょう、背中が。はい、そうです。そうすると厚みも出ます。で右の大胸筋のねコントロールがうまくできてませんので、しっかり力を入れます。そうです、そうです、はい、いいですよ。胸を上に向けるようにするので、そうです。そうすると肘が、ね、だんだん持ってくるので後ろに、そうです、 OK、はい、首を長く、はい、ダウン、はい、バック、ダブルバイセプス、なので、ね、肘の高さがね、左右若干違います。そうです。この左が上がりすぎました。OK 。それぐらいで左右均等ですね。そういうのすごく気になるんで、肘の高さはね、繰り返し練習して気をつけてください。で、その位置のまま、拳を、審査員側に倒すようにすると、そうですね、三角筋の後部、あと肩甲骨のような強化筋あたりをね、しっかり見て。左の肘が下がりすぎです。はい、それですね。で頭を高く倒しましょう。はい、そうすると僧帽筋がきれいに見えます。ラットスレッドバック。肘を前にするのはいいんですけども、あんまりにもやりすぎると小さく縮こまってしまいます。で、お尻に力を入れて、脊柱起立筋の下の方に力を入れながら肘を前に、そう、そんな感じですよ。で、左の肩がちょっと下がりすぎです。はい、それでいいぐらいですね。OK。で、下を向く選手が多いので、絶対下を向かずに正面見ててください。下を向くと僧帽筋のラインが消えてしまいます、ね、はい、左の肩甲骨を少し上に上げましょう。もう少し上、はい、それでちょうどいいぐらいですね、はい、はい、ダウン、はい、サイドトライセックス、インサイド、
でこれは意外にですね、この方向だと右の外腹斜筋というのが目立つポーズなので、その状態で体をもう少し深層の方に向ける、上半身ですね。そうそう、それぐらいです。もっと冷えてみるんですよ。はい、そうです。OK。右腕と胴体の隙間があると、腕が細く見えちゃいますので、ぴったり、そうですね。でもっと審査員側に上半身を向けましょう。うん、それでちょうどいいですね。はい、で、できれば右の外腹斜筋を、そう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 、それをコントロールして、はい。はい、ダウン。はい、アブドミナルアンドサイド。まず足を下に作って。はい、それで、このポーズングであっても V シェイプは見せたいので、で顔と手の間に隙間がありすぎるようです。ですから肘をもっと高くして、手はもうこれぐらいクロスしてもいいです。はい、そうです、そうです。うん。で、手で頭を押して、押し返すと広背筋に力が入りますので、うん、そうですね。それで、やってみてください。はい、隙間があるのは、そうですね、ボディビル的によろしくない。あとはそうです、ね、前になって左足のコントロールがもっとできるといいですね。はい、方向筋をもし強調するのであれば小指側の方に体重を、そうですね、乗せます。はい、腹筋を一度決めたらキープしてください。はい、動かさないようにキープキープ、はい、頑張って。上下につぶつかないで、はい、やろう。ありがとうございます。まあこんな練習も毎日するわけで、着物の練習不足が出てしまった。意識するポイントがフィジークより圧倒的な数の多さで、うん、そうなんで1個が良くなると他が忘れてしまうっていう。そうですね、うん、特に上半身に意識を持っていくと下が抜けるそうそうですよね。そこが初心者としてもそうなんです。で、あとね、ダブルバイトで、ね、肘の左右差が気になる。はい、うん、でそこをいくつか足が抜けたりする。はい、うん、初心者の方がこう特に意識したらいいポイントってありますか？肘の高さとか、はい、手の位置ですね。で、変な癖をつけない方がいいですね。はい、ですから左右均等で、力を入れるところ、だからサイドチェストであれば、まあ、目立つのがね、大胸筋と上腕二頭筋、そこはしっかり押さえておくといいです。初心者の場合は、強調すべきところをしっかり力を入れるというか、胸椎を立てるっていうのは結構大事ですね。そうですね、まあ、立てた上で腹筋に力を入れるんですね。はい、そうすると格段に厚みが出ます。そうです、そういう感じで、はい、サイドチェストの時、足って力入れてるんですか？入れてますね。いろんな入れ方があるんですけど、特に審査員側のつま先をしっかり地面に押し付けると、まあ、大臀筋まで力が入ります。上手い選手はそこで中臀筋にバシッとカットが入ります。そこの入れ方ですね。つま先で押す感じですか？そういう選手もいますね。いろんなことでいい選手もいますけど、つま先で地面を押さえつけると力が入りやすいということがよく言う。まあ、それはいろんな力の入れ方を練習してほしいです。後ろ足で押すっていう人もいますよね。それはね、足を太く見せるとかですね、はい、肉を寄せるんです、はいはい、それは皆さんがやっている。でサイドチェストで反対側の大胸筋に寄せるっていうのもそれがそうです、はい、トライセプスでも体にしっかりと密着させると腕が、ね、1.5 倍ぐらいになります、はいはい、そこに隙間があるんですよ。クラッチは今私こうしましたけど、はい、他になんかおすすめの形ってあったりしますか？ほとんどそうですね。手は短く太く見せたいんだったら、なるべく手首に近いところに行った方がいい。なるほど。そうそうです、ね、それがね、どこに行ってるかあんまり気にならない。はい、アブドミナルの時にここに隙間があるのはやっぱりよろしくない。なるほど。あの
広げるポーズと縮めるポーズってあるんです。これは明らかに縮めるポーズなんで、隙間があると小さく見えちゃうんです。やっぱりここは狭めた方、のが絶対かっこいいですね。はい、なるほど、はい、これは講習会で習わなかったですね。まあ講習会で見えてることはないです、はい、別に、締めるポーズの時は隙間が少ない。広げるポーズの時はなるべく肘は体から離れたときに、はい、そうです。なのでワイドに見せるんですね。肘とあの胴体の間はなるべく遠くする、離れたときにする、はい、そのが大きく見えます。フロントダブルぐらいの時にこう片足流すじゃないですか、はい、どの辺に流す足は置いた方がいいとかってありますか？一応ね、あの横に流すっていうマニュアルなので、はいはい、なので後ろとか前じゃなくて真横に、はい、そうですね、はい、その時にもしっかりと足のストリエーションを出せるように、そうですね、はい、そうです、そんな感じですね。でそこはね、親指側に力を入れたりするんですけど、そうです。で左右の肘は同じ高さになる。なんか今右の肘の方が高い。はい、そうです。これは強くなったね。この時足にも力入ってて、腹筋も抜いちゃダメだし、腕の高さとか、そうです、ボディが、そうです、そうです、はい、うん、力を、こう拳の位置を、はい、こう拳を前に向ける選手もいたりすると思うんですけど、はい、どうするのがいいんですか？ピーク出したかったら前に向けないほうがいいと思います、はい、小指側を巻き込んだ方がピークです、ね、ただいろんな形の選手がいますので、はい、拳前に向けた方が腕が太く見える選手はそうした方がいいと思います。初心者で間違いやすいのが、肘が曲がりすぎているか、はい、垂直だったり、それ曲がりすぎていると、まあ、太くは見えますけど、あの小さくもまとまってしまう。で垂直だと素人っぽく見えます、ね、なのでもうほんと10度ぐらい内側に肩、初心者の方に、はい、肘を内側に、それぐらいでいいと思います。であとは V シェイクですから、一回肩を怒らせて、そのままで、そのイメージとしては高さを変えずに肩を下げていきます。はい、はい、そうすると、脇の下、後背のコントロールできると思います。はい、そう。初心者のプレーアクションとしては、一回両手を上に上げて、上から取ってくると多分後背もつく。そうですね。そのやり方だと後背の力が入れやすいと思います。肘の角度をあと10度ぐらいの内側、深く曲げます。あ、そうですね。はい、それがいいと思います。あとは後背筋のコントロールですね。OK、うん。はい、じゃあ。ラットスプレッドの肘の位置と、はい、あと拳の位置、はい、どんな感じですか？いかにウエストを細く見せるかということで、まあ、今握ってますよ。ここはよくこうしますね。こういう手を作って、ここに引っ掛けます。で、肋骨の下に引っ掛けるような感じで。で引っ掛けて肘をカールするような感じにすると、はい、より細くなります、ね。ただあんまりこうすると小さく見えるので、はい、肘は真横に開いた状態から少しだけ前、はい、で胸郭を上げて、さらにこいつは肩も上げていいと思います。そうそうそう、その方がね、あの迫力ある分厚く見えます。はい、スプレッドはそうですね、あ、ません、手の位置が今ちょっと前すぎるとこうなってます。真横ですね。はい、真横のまま肘を少し、そう、それがいいと思います。ね、さっきね、ちょっと拳の位置が前すぎました、はい。そこだとウエストも細く見えるし、はい、胸郭もでかく見えます。なので、肋骨の下にウエーブ引っ掛けるようなイメージで、はい、やってます。スプレッドかっこいいとやっぱりボディビルダーっぽいですね。はい、あとこうサイドチェスト、まあ、トライセップスもそうですけど、自分の立ち位置によってこう取る方向を変えた方がいいとか。あ、もちろん審査員に向けて、まあ、審査員7人いるんで、まあ、真ん中の審査員に向けて取るような感じでいいと思います。はい、例えばステージの一番こっち側にいたら右で取った方がいいとか、逆に逆側でいたら左で取った方がいいとか。それは特に感じないです。あ、審査員に向けてがいいです。はい、基本はその審査員真ん中の審査員の先生を受けて飛ぶっていう感じでいいんですか？いいと思いますよ。はい、それでいいと思います。初心者だと
2球目すぎてこうってなってるね。はい、はい、それはね、体の末端に力を入れすぎるとそうなんで、拳は握れって言いましたけど、はい、まあ強く握りすぎたらね、こんな風に、うん、はい、バックのダブルバイの時に、まあ、これも足伸ばしますけども、はい、これ選手によって結構後ろに下げる選手いたりしますけど、はい、それはね、うん、昔はそういう風だったんです、はい、僕だったら注意してますね、サイドに流すよ、はい、それが正解ですね。昔はさっきのような感じで後ろだったんです。今はそれが正解です。もう本当に真横でいいんですか？真横でいいですよ、はい。なんで、まあ、昔のポーズ取ってる選手は直しますので、ね、で、今はね、右の肘が上がりすぎて、はい、これも練習してね、はい、で、拳を後ろに倒すようにすると、そうです、三角筋、後部、あと肩甲骨の上のね、極下筋あたりもコントロールできます。今逆に左の肘が下がりすぎました。はい、それぐらいでちょうどいいです。肘の角度をあと10度ぐらい深く曲げました。そうです、はい、はい、しっかり大臀筋に力を入れると自然に脊柱起立筋、下腹に力が入ります。それは下から固めて足の位置決めて、ハムに力を入れて次にお尻を入れてから上を取る、土台をしっかり作ってから上、あ、そうそう、決まりますよ、はい、OK、下から決めるっていうのが基本ですか？基本だと思います。上手い選手は、ね、一気に決まりますけど、はい、やっぱり最初は下から決めてた方がいいと思います。ちなみに私が強化すべきところどの辺でしょうか？後輩のコントロールができたりできなかったりするので、まあ、そこのコントロールです、はい。あとは腕が、その大胸筋とか後背のサイズに比べて腕がちょっと細く感じます。なるほど、はい、なので上腕二頭筋、上腕三頭筋もっとサイズがあったりとか、その大腿部とかに比べて、はい、あと上腕のサイズがもっとあったりとかと思います。なるほど、ボディービルダーと。なるほど、ありがとうございます。後背筋のそのコントロールの練習方法って何かあったりしますか？よくあるのは最近なんかビキニの選手が入らせてやっぱりバンザイしてもてもて上に寄って上げて肩だけ下げる、そう、そうすると後背力が入ります。肩甲骨の活性っていうんですけど、はい、その練習をする、でその状態でポーズを取ってます。活性した状態でそう取ったり、活性した状態でリラックスポーズを取ってます。はい、その状態で、うん、そうです。肩甲骨を上下、その下に加勢したときに、はい、そうです、力が入ります。この練習をすると分かりますよ、ね、はい、そうです。で、例えばチンニングとかラットフルでもそこだけでやる。なるほど、はい、肩甲骨の動きだけでやったりするとコントロールしやすくなると思います、はい、でローイングとかラットフルを肘を使わずに引く練習をすると多分コントロールしやすいです。なるほど、はい、肘を使わずに、はい、そうです。まあ鉄棒にぶら下がって肘を使わずに体を上げる。ここだけ。そう。と、うん、後背筋のコントロールしやすいです。はい。ありがとうございます。勉強になりました。あと、まあこれボディービルじゃないですけど、今クラシックフィジークがだいぶ選手数が増えてきて、はい、バキュームポーズを取れるようになりたいって思っている方は結構いらっしゃると思うんですけども、うん、私バキュームポーズものすごい苦手なんですけど、何か練習方法とかあったりしますか？そうですね、やっぱ呼吸がすごく大事なので、息を吐き切ってからへこます選手と、へこましてから息を吐く選手がいるんですね。でその両方を練習してもらって、より取りやすい方で練習してもらって、これはできてます。できてないです。ですよね。ですよね。やっぱりその肋骨がはっきり見えるから、ね。なるほど。はい、もっとこの辺からぐわって上がってこないとダメですよね。本当に横隔膜の形が見えるような。で、そう引き上げるんですね。横隔膜をしてる。なんで内臓を全部胸の中に入れるような感じ。はい、確かにできる人は練習しなくてもできる人になりますね。けど練習方法としては呼吸がすごく大事です。なるほど、はい、なんでいろんなやり方を試してみて、呼吸に合わせて
横隔膜を上げる、呼吸に合わせて下げる、はい、まあ、ヨガの先生なんか得意ですけど、はいはい、毎日やってると少しずつ上がってくると思います。なるほどですね。フロントダウンぐらいの時もうこれもあの多分あのフロントリラックスと一緒だと思うんですけど、結構腹直筋に力を入れて取ってるのかなっていう選手見かけるんですけど、うん、これも、まあ、一旦胸郭を上げてから潰すみたいな意識になるんですかね。そうですね、基本的にはポーズを取る時は、まあ、ボディビルでも軽くどんなポーズもある程度バキューはするんですけども、はい、下から作っていくっていう上で筋肉に力を入れておいて上を作るとそういう風に見えるんだと思うんですよね。なるほど、はい、そこで、うん、ここに入れておいてから取ると、はい、まあ、欠点としては少し背中が丸くなる可能性があるんですよ、初心者から。やっぱりそのマッスルコントロールが上手い選手っていうのは胸郭を上げても腹直筋のコントロールができるかと思います、うん、なかなか初心者に難しいやり方だと思います、はい、まあ、基本的には一度上を作ってから腹筋を締めるような感じの順番の方が初心者はやりやすいと思います、はいはい、はい、ありがとうございます、はい、勉強になりました、はい、はい、今回はですね、宮島先生にボディービルのポージング指導をしていただきました、なかなか意識するポイントは多くて難しいですけども、この動画を参考にしていただいて練習していただければなと思います、はい、他にも宮島先生に解説をしていただきたいことがありましたらコメントをよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。